皆さんこんにちは、マットです。今日はですね、新型タイガー800の試乗をさせていただこうかなと思って、またトライアンフ東京さんに来させていただいてます。まあ、このタイガー800ですよ、2018年モデル、ランクはね XRP ですね。一番タイガー 800XR の中で最上位モデルになってますね。でこのタイガー800なんですけど、2010年にこうアドベンチャーブームのこう勢いに乗って出てきたモデルなんですよね。タイガーといえば、あの一番上に 1200cc の排気量がでかいタイガーがありますから、これはね、あのミドルクラスアドベンチャースポーツバイクっていう位置づけの2010年ですね。2010年にタイガー800っていう無名のタイガーが出まして、で2015年にね、あっちに止まってるんですけどね、タイガー800、これですね、2015年にタイガー800の XRP、 これもタイガー800、1個前のタイガーの最上位モデルですけど、これが2015年にフル電子化されて、すごく乗りやすくなってね、モデルチェンジしたばっかなんですけど、今回新型タイガー800になって出てきたって感じですかね。このね、1個前のタイガーはね、このエンジンはで僕にあそこに止まっている僕のね、デートナー675のエンジンベースなんですよ。このデートナー675のエンジンベースでね、開発が入ってるタイガーなんですけど、この2018年のこの新型タイガーは、完全新設計エンジンなんですよ。で、2015年のあのタイガーですよ。2015年のあのタイガーよりも200箇所以上の改良点を加えられて、今年出てきたタイガーですね。まあ、旧型と比べてパッと見にわかるのはこの目。これですね。この顔つきですよね。あとはですね、この液晶メーターです。ちょっとつけさせてもらおうか。このストトリー RS からおなじみになった、この液晶ですよ。かっこいいね。で、このフロントの目はね、LED デイライトになってるんですよね、これ。これですよ。これかっこいいかっこ悪いっていう、まあデザインの好みはあると思いますけど、僕かっこいいかっこ悪い以前にさ、あのドラえもんのび太の日本誕生のあの埴輪ですよ、ギガゾンビの手下の土玉にすごい見てて、もうそれにしか見えないっていう。だからね、キーオフのねアニメーションもちょっと見ようか。かっこいいよね。まあね、この新型タイガーですけど、さっきね、2015年までのタイガー XRT、同じエディションですね。XRT 最上位モデルのタイガーを使用させていただいたので、早速、まあその200箇所もの改良点を肌で感じることができるのかできないのかはわからないですけど、この新型タイガー800、使用させていただこうかなと思ってます。で、僕165センチですけど、僕みたいに、身長の低いライダーの乗り方を教わりましたので、やってみたいなと思います。まずね、ハンドルを右に切るそうです。右に切って、でここのステップにも足を乗せちゃう。足を乗せて乗ってまたがって、でハンドルを右に切ることによって引き起こしがしやすくなるそうですね。ほっていうことでこんな感じです。で足つき、気になる足つきなんですけどね、両足をつこうとするとこんな感じで、つま先、ほんとつま先のつま先しか届かないので、シート高自体は多分810ミリぐらいかな。一番低いシートで810、確かまたさらにね、下げることはできるみたいなんですけど、多分これ標準って言ってたんで、標準の一番低いポジションで810ミリなんですけど、やっぱここのね、シートの幅がアドベンチャーバイクあるから、僕のデートナーより若干足つき悪いかな。シート高自体は低いんだけど、だから待つときは片足ベタつきで待った方が無難ですね。では、キーオンの儀式行きましょう。確かに右に切ったおかげですごい引き起こしが今軽かった。で、トライアンフのバイクはクラッチを握りながら、アローのマフラーが入ってるから結構いい音するね。純正オプションでアローのマフラーが入ってるんですよ、このタイガー。なのですごくいい音がしますが、さあ早速行きましょうか。さあタイガー800の試乗です。
あ、結構いい音しますね。乗りやすいすげー乗りやすい。このタイガーを乗る前にね、2015年までのさっきの赤い XRT のタイガー800試乗させていただいてたんですけどね、あのね、軽さがまずね全然違う。やっぱ10キロ以上軽量化されてるっていうのはすごい一番大きな変更点だなっていうのは感じることはできますよ。もうなんかこの取り回しが全然違うもん。フットワークの軽さが全然違ってすごい軽いですね。うん、いいね、タイガー。多分このタイガーって検索する人はある程度知識がある方なんで、もう喋らなくてもいいかなと思ってるんですけど、そもそも僕みたいなタイガーって名前は知ってるけど、なんか XC とか XR とかたくさんありすぎてわかんねえみたいな感じの人は多いと思うんですよ。だから僕自身もそうなんですけどね。大きく分けてタイガーは XR と、今乗ってるモデルですね、 XR と XC っていうモデルがあるんですよ。で、XR モデルはクロスロード、どちらかというとこのオンロード志向のタイガーですね。オンロード志向のタイガーでして、で XC はクロスカントリーの略で、どちらかというとオフロード向けに高装備を振ってあるタイガーなんですよね。だから XR のフロントホイールは19インチのキャストホイールなんですけど、 XC のフロントホイールは21インチのスポークホイールになってます。でやっぱりね、 XC の方が若干シート高がもっとこれより高くなりますから、どちらかというと多分ね、僕が考える用途的には足つきがちょっとこういうアドベンチャー不安だなっていう、まさに僕なんだけど僕みたいなタイプの人間は XR を選んで、足つきとかもうあんまり気にしないし、まあね、あのキャンプ場とかちょっとしたオフロード用途が多いなっていう人は XC を選べばいいと思うんですよ。それにしてもいい音だね。で、2015年までのね、プロ電子化されたタイガーは XR、XRX、XRT だったかなって言って、で、このタイガーもそうなんですけど、まあ日本には入ってきてないのかな。XR、このメーターがノーマルのこの新型タイガーもあるんですけど、XR と XRX と、で、これが最上位モデルの XRT。じゃあその XRX とかさ、XRT って何ぞやって話ですよ。まあね、正直ね、僕もよくわかりません。なんですけど、僕がこう頭の中入っている情報としては、あのタイガーのグレードなんですよね。この装備品の装備品のグレードなんですよ。新型タイガー、この2018年モデルのタイガーに関して言えば、 XRX からすでにもうあのライディングモードですね、4種類のトラクションコントロールが入ってまして、で今乗ってるこの XRT ね、 XRT からもう1モード、ライディングモードが追加されて、5種類のライディングモードを選択できるようになってまして、で灯火類が全部デイライト LED の部分だけじゃなくて、ウィンカーとかヘッドライトが全て LED 化されてるタイガーなんですよ。あとシートヒーターがついてたり、グリップヒーターがついてたり、いろいろ。だからまあ単純に言うと、こう装備品のがだんだん豪華になっていく、グレードが上がっていくっていう考えていただければ、 XRX とか XRT の違いですね。いや、いいですね、新型タイガー、かっこいいな。最初はメーカーの発表されたプロモーションビデオあるじゃないですか、あれを最初見た時に本当にん?新型タイガーの顔これなんだみたいな感じで思ってたんですけど、これって多分バイクあるあるだと思うんですけど、なんか見れば見るほどだんだんかっこよく見えてくるんです。タイガーも今となっては何回も僕見てるんで結構かっこいいなってなってきちゃいましたね。さあ、この新型タイガーなんですけどね、やっぱね、1個前のタイガー、あれはあれですごく完成されてたタイガーでしたけど、あのタイガーに比べてすごいやっぱ乗りやすいね。トライアンフのやっぱりお箱の3気筒エンジンですよ。この3気筒エンジン、最新の3気筒エンジンに乗れば乗るほどすごいこの3気筒エンジンが調教されてるなっていうのがすごい感じますね。で、僕ね、なんかの機会、デートなんかなんかのレビュー動画をしてる時に一回喋ったことあるんですけど、この3気筒エンジン、一概に言われてる3気筒エンジンの特徴ですね、低速に粘りあるエンジンで、4気筒と2気筒のいいとこ取りエンジンって言われるじゃないですか。とはいえどういうエンジンなのってなるじゃないですか。これね、
僕先日 V スト1000ですね、この同じ系統のバイクってあんまり乗ったことないんで、 V スト1000に乗って、あれもすごい素晴らしい、乗りやすくいいエンジンだったんですけどね。はい、いい音V スト1000もね、すごくいいエンジンのバイクだったんですけど、やっぱね、1点だけすごい気になるのが、低速域、やっぱ2気筒ですから、2気筒の大型ってしょうがないんですけどね、低速域、このね、この回転域ですよ、このちょうど3000以下で、こういう風に都内で渋滞にはまってる回転域で運転した時に、やっぱね、低速のね、ビク付き粗さがね、気になるんですよ。もうこれはいろんなバイク屋さんとかで、ね、やっぱ気になるんですよねって言うと、まあ2気筒だからね、しょうがないんですよって言われるんですけどね。じゃあ4発の方がいいんじゃないかってなるじゃないですか。4発は下のトルクがすごい薄いんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、僕結構3気筒に乗り慣れてるんで、4発のバイクを乗るとこういった時に結構エンストする、めちゃくちゃエンストする。この3気筒の下、低速域の粘りあるトルクっていうのは、本当にこういう都心での街乗りで進化を発揮するんですよ。2気筒とか4気筒ってそれぞれ癖があると思うんですけど、この低速3000ぐらいまでの扱いまでも3気筒の場合はスーッと発進できるし、なんなら僕のデートラなんかは、この多分今ぐらいの回転数だったらクラッチ握らなくても演奏しないと思うんですよね。結構たまにやってるんです、どこまでクラッチ握らなくても演奏しないかなって。あれ結構ね、粘るよ3気筒なので、このね、都心の低速域の扱いでさっきみたいにガーって加速すると、4発はすごいパワーが出るので、高回転は加速した時の回転も、まあ、4発ほどではないけど4発に近い加速をしていくっていうエンジンが3気筒の特徴なんですよ。あと音ね、この音、まあね、トライアンフはね、すごいこういう風にね、ヒルヒル言いますけどね、3発のエンジンってこうヒルヒル言って感高いんですけど、高回転ですごい回すとのぶといんですよ逆に。すごくのぶといんでね、サーキットとかで最近モト2のエンジンの開発の動画が回ってくるようになったんですけど、あれを見てるとね、4発のプワーンっていういい音の後にビヨーっていうね、のぶとい音がね、聞こえてくると、あれが多分トラのモト2のエンジンだなってすぐ分かりますね。だからね、4発ね、高回転域もね、引けを取らないのがこの3気筒エンジンの特徴ですかね。だから本当に3気筒エンジンは普段使いの使い方がとてもしやすいエンジンなんですよ。アローのマフラーがすごい良いとするな。やっぱり純正オプションだから、このトライアンフの美しいこのサウンドですよ。この3気筒サウンドを残しながらも、アクセルを戻した時に存在感を放つのがアローだと思う。この、まあ、こういうアドベンチャーバイクって、このワンタンクで多分400キロぐらい走れるんですよ。なのでやっぱ僕みたいな用途ですね。僕みたいな用途で使う人にとっては、やっぱりね、一番ベストなバイクだと思うんですよ。っていうのも、僕デイトナ675にキャンプ積載無理やり積んで北海道とか行き始めるじゃないですか。北海道行って、しかもタチの林道に突撃してったから、だからそういったね、やっぱ長距離ライダー向けのアドベンチャーバイクなんですよね。っていうのも、やっぱヨーロッパの方の人たちって隣国が近いじゃないですか。だからいろんな国に簡単に行けるから、結構ね、1日でね、1000キロのツーリングとかって普通らしいんですよね。だからそういった1日1000キロのツーリングをこなす、超ロングツーリングをこなすために、こう出てきたのがアドベンチャーツアラーバイクなんですよ。これは1個上にね、 1200cc ぐらいだったかなのタイガーエクスプローラー、今もエクスプローラーって名前じゃなくなったのかな、排気量がでかいタイガーがいるんですけど、個人的には東京なんか特にそうですけど、 1200cc はね、北海道とか九州に住んでないといらないかなっていう印象っていうか感想なんですよね。
やっぱりこういうねミドルクラス 800cc は本当にミドルクラスって呼んでいいのかよくわかんないんですけど、ミドルクラスこそねやっぱりこういったね日本とかね狭い国柄でも扱いやすいアドベンチャーバイクですよね。ちょっとねタイガーエクスプローラーは僕が小柄っていうのもありまして、まあチビだからちょっと怖いんですよね扱いが。なんですけどやっぱこういうさ 800cc のこうアドベンチャーバイクでこうやって立ち乗りですよ。こうやって立ってさ絶景の景色の北海道とか九州を走ってみたいですよね。だから本当に僕が今までタイガーの市場を上げてこなかったのは欲しくなるから。僕みたいな長距離でたまにオフロードに遭遇するでキャンプも行く積載したいっていうライダー向けのバイクがこういうアドベンチャーツアラーなんですよ。そうなんですよ。だから僕みたいな小柄なライダーにとってはタイガーこの800っていうこのクラスのねやっぱタイガーが一番ベストなんじゃないかなっていうのと、もう2015年のあのタイガーですよ。2015年のあのタイガー発表された時にはすでにフル電子化されて、で このクラスは BMW の GS1 強と言われている中で世界のアドベンチャーバイクの中で4分の1のシェアを占めているのがこのトライアンフのタイガーなんですよね。やっぱね 800cc のこのミドルクラスのアドベンチャークラスって結構こう電子制御とか安全面の快適装置とかって軽視されがちなんですけど、そこを 800cc も見捨てずにやっぱり出してきたっていうのはトライアンフさすがだなと思いますね。その BM 一強の中でも4分の1のシェアを占めることができるこのタイガーがね選ばれている理由はね乗ればわかる本当に。あとねちょっと思ったんですけど、この辺のねスイッチ回りですね、スイッチ回りがねすごい押しやすくなってる。なんかウインカーもよいしょって押すんじゃなくて自然な位置にね手の届くところにあるからすごい押しやすいですね。やっぱね超ロングツーリング向けのバイクですからね、こういう細かいところの改良点がやっぱり選ばれる理由なんだろうな。本当にここ押しやすいもん、こだわってますよねこういう細かなところもであったり、あとクルコンがこっちについてるんですよね。なんですけど1個前のタイガーこっちにクルコンがついてたからこっちでカチャカチャやってこっちで多分カチャカチャやるんだろうなってさっき乗ってて思ったんですけど、こっちで完結できるのがいいですよねモード。まあいろいろ見れるねこうやってほっウェイ楽しい、信号待ちも退屈じゃないっていう。1個前のねタイガーでも完成されたアドベンチャーバイクだなと思ったんですけどね、本当にねそのねさらに上を行く乗りやすさですね。シートヒーターとかもついてるし本当にもう無限にツーリングできる。冬もこれですよ、トライアンフの3気筒の特徴、超低速でもクラッチ握れなくても粘るんですよ。でこうビクってならないし、アクセル開けても滑らかにスーッとこう行ってくれる、これが3気筒の特徴ですね。さあということでね、最近は本当にトライアンフ東京さんも積極的に動画を撮らせていただいているので本当に感謝なんですけどね、結構気軽に試乗させていただけるので、まあ、僕がねこう YouTube 上げてるで露骨にトライアンフの試乗を上げてるのは、トライアンフってメーカーをねもっとね若い人たち、まあ、僕もペーペーなんですけど若い世代の人たちね、このトライアンフっていうメーカーを知ってもらって乗ってもらいたいなっていうのがありますからね、っていうのがね実はね僕の中に秘めた思いなんですよ。さあ東京に帰ってきたデイトライアンフの新型タイガーの仕様でした。